国セ地ンは、日本の競争馬。2010年ダイオーライト記念優勝馬。2006年4月1日、北海道日高郡新日高町の千代田牧場で、誕生。当年のセレクトセールにて、関口房さが1億円で落札し、購入した。デビュー戦は3歳となった2009年2月22日の、第2回京都競馬8日目第6競争の3歳新馬戦。 ミルコデムーロ記場も7着。デビュー3戦目の3歳未勝利戦で、初勝利を挙げると、2010年1月17日のミヤビステークスまで4連勝し、オープン馬に昇格した。2010年3月10日、南関東公営競馬の重賞競争である、ダイオライト記念に出走。一番人気のフリーオーソ、マイネルアワグラス等を退けて1着となり、 重賞初優勝を果たした。しかしその直後の同年3月12日、同馬は大津地方裁判所に差し押さえられた。日本中央競馬会の規定では裁判所に差し押さえられた競争馬は差し押さえの解除がなされない限りレースに出走できないことから同行が注目されていたが、クーリンガーの場所であった林進が新オーナーになることが明らかになった。 4月25日のアンタレスステークスでは、後位中段から足を伸ばしてくるも届かず3着だった。続く5月23日の東海ステークスでは、ゲート入りを嫌がり、道中2番手でレースを進めるも、直線で一敗になってしまい8着に敗れた。2011年5月29日の翼賞で復帰。レースでは中段に控えたが直線で伸びをかき9着。 続く7月10日のプロキオンステークスでは見せ場なく10着に敗れた。8月28日のアソステークスでは道中2番手から直線で逃げ粘る東方オルビスを捉えて勝利した。10月1日のシリウスステークスでは山人キングリーの3着だった。2012年12月23日のギャラクシーステークスではスタート直後に馬が外に一掃して騎手が振り落とされて、 競争中止。休養して一戦挟んだ後の2013年9月28日のシリウスステークスでもスタート直後に馬が外に逃避して走行を拒否したため競争中止となった。このため現役続行を断念2013年12月18日で競争場登録を抹消され優秀スタリオンステーションで種ボバとなった。 父夫妻チペガサスについては、同馬の項を参照。母系は三大母バラードから大きく広がっており、近親には、バラード3区のデビルズバックグローリアスソング、セイントバラードなど活躍馬が多数。日本ではおばに、重賞2勝のレディバラードがいる。ありがとうございます。